私たちは抱っこ紐のメーカーではなくて、抱っこ紐を使わない時にダラーンを解決する収納カバールカコを製造販売させていただいております。抱っこ紐歴も11年12年になり、草のママたちに関わらせていただきました。小さいお子さんがいて好きな時間に働けない、気軽に休める会社がなかなかない、私もそうでしたが、という声もあって、ママたちが働きやすい会社をと6年前に作りました。抱っこ紐自体にもかなり詳しくなってきて、初めての出産のお母さん、妊婦さん、抱っこ紐どれがいいのかわからない、間違った付け方をされてる、いろんな抱っこ紐を試着するところがないという声をたくさん聞きました。妊婦さんやママがたくさんの荷物を持ってお子さんを連れて何店舗もうろうろ試着するのは本当に大変です。育児用品の大型店舗は他の商品も売ってますし、担当者さんが詳しくなかったりすることも多いそうです。実際に2人の子供を抱っこ紐で育児してきた経験と、7万人以上のママたちの抱っこ紐に関わってきた経験、大阪にあるルカコストアでたくさんのママたちの声を聞く中で、私に合う抱っこ紐はどれ？という声が多くて、一人一人に寄り添ったあなたに合う抱っこ紐ヒップシートの提案ができればいいなと思っています。10年 NICU で勤務経験のある看護師で、現在市の検診などの保健師で、3人のお母さんでもあるスタッフも在籍しています。ルカコストアは大阪梅田駅から最寄り駅で10分、駅からは少し離れていますが、遠方の方は徳島とか博多からも来ていただいています。豊中にありますが、大阪市内はもちろん吹田、箕面、高槻、森口や門真、枚方、伊丹や尼崎、西宮、神戸や京都からもたくさん来ていただいております。すぐ近くに格安駐車場もあるので、ぜひご家族で遊びに来てください。ママたちのお店で金曜日と土曜日の11時から3時のみのオープンです。Google マップでルカコ検索で出ますので、関西、大阪方面の方はぜひ試着、もちろん購入もできますので、あなたに合った抱っこ紐を一緒に見つけましょう。あと、最近の抱っこ紐は高額になってきています。ネットで試着せずに購入するのは怖いという方も多いので、ぜひ試着して相談して、もしくは LINE で相談して購入いただけたら嬉しいです。ネットで価格が安いものを探す方も多いと思うんですが、正規品ではないものもかなり多く出回っています。安く買ったりお下がりでっていうのもいいと思うんですが、結局使えずに買い替え相談に来られる方も増えていますので、ぜひ相談の上納得したものを購入いただけたらなと思います。もちろん関西方面じゃなくて遠方の方は LINE で購入前も購入後もフォローさせていただいています。気軽に先輩ママに聞く感じで質問できますので、ぜひ LINE で問い合わせいただけたらなと思います。抱っこ紐自体はどこで買っても定価はほぼ同じことが多いので、アップル社さんのアップルケアのようにフォロー付きで安心して買っていただくというと分かりやすいかもしれません。もちろんフォローは無料なので遠慮なくご質問ください。また、すでに抱っこ紐持ってるけど肩こりがひどくてとか、腱鞘炎、ぎっくり腰になっちゃった、腰痛持ちでという方多いと思います。実際私も2歳と0歳の育児の時に、ぎっくり腰になって本当に外で大変な目に遭いました。なので、すでに抱っこ紐をお持ちの方も、今お持ちの抱っこ紐の付け方を変えるだけで結構楽になることも多いので、付け方レクチャーとかあなたの体型に合わせる調節をするだけで、うわ楽になったっていう感動をされる方も多いので、女性だけでも来ていただけたらなと思います。最近抱っこ紐の盗難も増えているそうです。育児をしていると赤ちゃんから目を離せないということもあって、抱っこ紐から公園などで目を離している隙に盗難にあって、メルカリなどで販売されているということもあったりするそうです。子育て支援センターで同じ抱っこ紐で間違えて持ち帰ってしまうということも起きているそうですので、ルカコストアでは来店プレゼントとして抱っこ紐につけられる木製イニシャルチャームをプレゼントしています。これからもママの立場に立った面白い役立つ情報をアップしていきます。ぜひフォローボタン、いいねを。ママたちの励みになります。詳細は概要欄に貼っておきます。ありがとうございました。ママの育児がおしゃれにスマートになりますように。